文化浄化は特定の文化的背景を持つ民族、宗教、思想集団が異なる文化権や解釈に沿わない文化財、文化遺産を破壊あるいは文化的活動を阻害する行為を指し、抗議では略奪行為も含み文化的権利や文化的自由を侵害する人権蹂躙とされるジェノサイド定義と由来も参照。 文化上下への非難は、現代社会の法秩序や、規範の尺度に基づき、かつ西洋的保護主義あるいは伝統用語意識、政策の中で生きる、現代人特有の視点であり、時代や価値観が異なれば違った見方もあるが、古代中国の文書工事や、西洋のイコノクラスムモンゴル帝国のバグダット包囲戦、スペインのコンキスタドールや、植民地における、 同化政策、ナチスドイツの文書やホロコースト、中華人民共和国の文化大革命、日本の廃物希釈なども文化浄化とみなされることもある。破壊されたサラエボ図書館また、インディアン移住やソビエト連邦での少数民族、共生移住など、文化的空間、文化的環境を奪うことは、気候風土や生態系に根ざした土着文化の継承を困難にし、 有史以来のあらゆる文化を抹殺しようとしたカンボジアのクメールルージュによる大量虐殺は伝統的な芸能や織物の伝承を途絶えさせる寸前にまで追い込んでおり、このような無形物への破壊行為も文化浄化とされることもある。文化浄化という言葉が登場したのは1991年からのユーゴスラビア紛争に伴いサライボの図書館が破壊されたことを受け、 ヨーロッパのメディアにおいて当時深刻な問題となっていた民族浄化の類義語として使われ始めたことによる。なお、この図書館破壊は記憶殺しと形容され、ユネスコによる記憶遺産制定のきっかけの一つとなった。文化浄化という言葉が広く浸透したのは、イスラム過激派が巻き起こした一連の破壊行動による。一方で、イスラム教徒に限らず、仏教徒によるモスクの破壊、 ユダヤ教徒によるモスクの破壊、ヒンドゥー教徒によるモスクの破壊も起きている。破壊前後のバーミヤン大仏トンブクトを占拠したアンサールアイコールディンこれらはイスラム教会そのムハンマドが630年にメッカにあるカーバ神殿に祀られていた偶像を破壊した行為を名づらえ正当化しているものである。2020年アメリカで男性ジョージ・フロイドが 警官に拘束された際に死亡した事件を契機にデモ活動が続き、世界中で銅像の落書きが相次いでいる。奴隷制の象徴へのバンダリズムであるが、コッペンハーゲンにある人魚の銅像にレイシストフィッシュと落書きされ、趣旨に一貫性がないと思われる。2016年、アメリカ合衆国大統領選挙における、 共和党のドナルド・トランプ候補による不法移民やイスラム教徒のアイデンティティを認めない文化的不寛容は文化浄化につながるとされる。ユネスコのイリナ・ボコバ事務局長は文化浄化を非難し国連安全保障理事会に蛮行を停止させるよう求め、ついで国際刑事裁判所にも戦争犯罪としての調査要請をしており、これを受けて国連安保理は文化財の破壊を非難して、 文化財の保護強化で加盟国に義務を課す決議を採択し、国際刑事裁判所も捜査を開始した。2015年5月28日には、国連総会は、全会一致で、イラクでの文化浄化を、戦争犯罪と非難して各国に保護する措置を呼びかける a レ九6 9 2 8 1が決議された。ユネスコでは、 武力紛争の際の文化財の保護に関する条約と文化財の不法な輸入、輸出及び所有権上等の禁止及び防止の手段に関する条約を制定し、当主されたまたは不法に輸出された文化財に関する条約を支援しているが、現実的な取締りは困難な状況である。ユネスコは上記のイスラム圏における破壊された文化遺産を支援する。 ユナイト4ヘリテージを立ち上げ、第39回世界遺産委員会においては、アイスセルへの避難決議を採択した。また、上記の京都や奈良といった、世界遺産における自社連続有被害事件に関しては、第41回世界遺産委員会で、日本国政府に対し、加害者の追求と監視体制強化を求めた。日本では、武力攻撃等の有事を想定した、文部科学省、 文化庁国民保護計画が策定されており、その中で指定文化財等の保護に関する措置を定めている。2001年にバーミヤン遺跡が破壊された際は当時、ユネスコ親善大使だった平山育夫が抗議して流出文化財保護日本委員会を創設して保護を行うなど民間レベルでの活動も行われている。ありがとうございます。